太陽は2倍がおすすめです。はい、全体が入りますね。太陽がどういう風に映るか、あ、その前にこれがね、昨日のバラ星雲ですね。素晴らしいでしょう。はい、 S30 って書いてあります。はい、これはすごい。こっからね、ちょっとね、太陽を探してみたいと思います。まず広角に合わせて太陽をタップします。 GO2。 はい、入ってくれましたね。これは消しとこう。オートフォーカス中です。オートフォーカス完了。うん、太陽取れましたね。はい、なるほど。こうやってターゲット補正すればいいのね。はい、トラッキングしてくれてます。特に太陽撮影ってやってないけどね。はい、あー、2倍にするとかなりいい感じだね。4倍にしてみようか。うん、この辺をオートフォーカス。オートフォーカス完了。うん、黒点がよく見えてますね。はい、あ、2倍モードにするとね、太陽が画面いっぱいに入りますね。これがいいかもしれませんね。はい、1倍だとね、周りが広い感じですね。はい、まあ導入の時はこれでいいと思います。はい、ちょっとシースター S50 よりオレンジっぽいというか赤っぽい感じがしますね。まあ、こうやってトラッキングをしてくれるということですね。はい、うん、広角、まあ、こんな感じです。一応写真撮っとこうか。はい、写真撮りました。一応太陽にしてみようか。 GO2 太陽を探していますよ。こんな感じですね。あ、ターゲット補正有効にするで自動でやってくれるんだね。うん、こんな感じです。2倍にしてみよう。うん、2倍がいいね、太陽はね。太陽は2倍がおすすめです。はい、全体が入りますね。これで写真を撮っとくか。はい、写真撮りましたよ。はい、こんな感じでね、シースター S30、太陽撮影も非常に簡単になりました。S50 はね、なかなかね、導入に手間取りましたが、非常に直感的に導入できますね。はい、いい感じです。昨日はね、このテーブルの上じゃなくてそっちのベンチの上に乗せていたんですが、簡易的に水平出しもね、適当にやって、それでもね、すごいバラ星雲が撮れたので、あんまりね、水平意識しなくても大丈夫かもしれませんね。はい、そんな感じです。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい、えい、えい、えい。